卵割ってください。はい、この中に、うん、ジョスですよ、それじゃあ。 Oh my god、 殻入ってます。殻、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 これ、これ、うそ、なんじゃないの。まあ、これ具をね、具を準備しようと思って。具何個使うの。まずは、あれですよ、卵、錦糸卵を作るんですよ。めんつゆ。めんつゆは使わない。これです。お、なんでしょう、なんて読みますか。塩。そう、塩ラーメンの、ここにレシピ書いてあるでしょ。これ冷やし中華。そう、やった。冷やしラーメン、冷やしラーメンか、冷やし一番ですよ。おいしそう。いや、おいしいだろうね。ね、おそらく。簡単。簡単。開けて。はい。ラップラップ。うまくいきますよ。どうすればいいんだろうね。てってってる。てて、おお、ああ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 、おお、ああ、ママ、湯気めちゃくちゃ出てる。あっち、あっち、よいしょ。うん、そしたらこれを切っていくわけですよ。むずい。難しい？いや、簡単。うん、熱いね。うん、うん、しょうがない。きゅうり好き？大好き。なんか汚いな、切り口。どう？どう思う？汚いかな。大丈夫？大丈夫。うん、これ失敗かな。失敗？どう思う？どう、まあいいか、まあ、まあまあまあ、ね、じゃんけん、じゃんけん、先生決めなきゃ。じゃんけんぽい、これケツよいよいのよい、よっしゃ。はい、じゃあこれしまって。はい。4分茹でますよ、はい、4分、4分測ってください。あ、また水、あ、水200にする。4分。なるほど。いいですか、入れてください。じゃあ、はい、お願いします、入れてください。はい、先生。え、麺を、麺を入れてください。はい、大丈夫ですか。これにですね、いきますか。2つ同時にお願いします。ずれちゃうんで。あ、じゃあもう一つ助手の渡さが。はい、まず、まずお手本見せて。な、4分だよね、4分。4、はい、はい、入れて、よし、いはい、4分、はい、押して、イエーイ。もうこれでいいのかな、スープは。あと何分？あと2分。そんなんの？結構あるね。よし、早い。そしたらエビを乗せて。本当はちょっとお肉欲しいとこだけないから、はい、わかめ、お肉の代わりにわかめでいいんじゃないですか？はい、いいじゃない。これ、ほら、いいな、君たち。音食べれないからちょっとちょうだいね。はい、はい。
おお。いいね。絶対これ美味しい。いや、ね、美味しいよ絶対。盛り付けが勝負だ。盛り付けなんだよ勝負は。勝負はもういいんじゃないのこれ。あと一分もあるけど、ね、大丈夫かな。大丈夫大丈夫。伸びんじゃない。時間は守ろう。伸びてる感じするんだけども。伸びてる。よし、いいかな。15分の遅い。9、8、7、6、5、4、3、2、1。すっごいまずそう、それ。なんで？ちょっと、もっと美味しそうにやってよ、美味しそうに。いい？はい、じゃあ、女性が最後仕上げ。おお、けんけんけん、おお、いいね。おお、多いな。二つ束多いか。いいや、あと食べるわ。いい、うん、リンの方多く持っていい。いい。これだとこの菌残ってもしょうがない。すごい盛るね。後ろほら、ここここ、これ見て。こんな風にやればいいんだよ。はい。よし。じゃあやっていいのかな。うん、手でやっていい。うん、手で。手洗った？手洗ったよね、今。洗った。もういいですよ。エビはてっぺんにのせるようにしてるから。エビはリノの方2個で。はい。どうこう、こうかな。すごい、イエーイ。すごいいいじゃないですかね。ちょっと崩れちゃうけど。じゃあ次マー君のやり。卵どうする？全部いっちゃう。いや、任せます。先生いいですか、最後ですよこれ。はい、これがいいですか。はい、女子かけてどうぞ。自分でできる？うん、ちょっと自信ない。上からこうやってかければいいんだよ。おお、いいね。うん、いいじゃないですか。どう？いい。多いね。これ全部かけるもんなのかな。全部は無理じゃん。全部かけた方がいいのか。完成。何？いいよ。これなんじゃこれ。目線こっちじゃないですか。こんなの見たことない。ないでしょうね。ね、すごいいい匂いする。うん、あちかし。え、違うよ。いや、いや、これは先生がこうやって盛り付けたんですよ。私じゃない。へぇ、知らなかった。あ、さす。いただきます。じゃあ麺いく。麺でしょうね。うん、麺が美味しいよ。おぉ、おいしい。しゃっこい？ちゃんとしゃっこい？うん、ちゃんとしゃっこい。うん、おいしい。おいしい、おいしいって言ってくれる。これ別に音のレシピでもなんでもない。うん。何の名前にする？その通りに作っただけだよ、これは。うん。このエビ食べます。はい。なんそれ。うん。プリプリ。そのエビ、いいエビだよ。
あ、ほんなうん、いいよいいよ。おいしい？ちょっといいですか？いや、リノなんだよ。リノの多いから。キュウリ食べた？うん。あ？キュウリ食べた今？あ、食べてない。うん。ね、おいしいでしょ？うん。おいしい？止まんない。いや、これ、うめえ。これめちゃくちゃうまいじゃん。全然止まんないね。ね、これ大好き。うん。うまい。うまい。エビ食べた？いや、エビはいいです。エビはいい、やった、うん、2個食べろ。うん。おいしい。これ大好きな味。具材が美味しい。はい、はい。どうぞ。マー君は美味しくないと思っています、おそらく。ですね。美味しいですよ。いや、美味しくないでしょ。あんま好きじゃないでしょ。うん、美味しい。マー君、ここ素直で言ってくれないと。美味しいよ。だって全然麺食べてないよ。具材ばっかり。リノ大好き。これは大好きだもんね、あなた。多分それ、食べちゃえるでしょ。食べちゃえるでしょ、それ。何が？量的に。うん。マー君もいける。マー君いける、本当に。関係ないでしょ、後ろ。マー君エビ食べたい。食べたくなくない。お腹空いてないの？あんまり。え？だってさっき食べたのからもう4時間経ってんだよ。そんな経った。うん。うん。おいしい？たまんない。うまいね。うん。おいしい。やばい。これランキングない。1位かもしれない。リノはマークは1位かも。マークも1位。麺ランキング1位かもしれない。これマークも麺ランキング4位。ええ、あ、3位です。1位の麺何なの？じゃあ焼きそばの麺、これ1番冷やし中華2番。あれ油うどん。あれね。あれでもさ、あれはマー君ダメなのよ、油丼は。なんで？ギトギトしてダメ。ああ、そっか。美味しいのに。うん。美味しいね。いや、麺が伸びてんのかなと思ったら全然違うんだね。うん、こうわざとなんだろうね、これ。こういうの。また食べてみた。マークもう一切減らしてない。いらない？本当に？だってマークの結構少なくやった。いや、多いよ。多い。うん、麺が淡い。いや、多いだろ、やっぱり。キュウリ、いや、いけるんじゃないかな。無理。どれ？じゃあここでヘルプするか。ヘルプ。一口が大きい。うん。キュウリうまい。ね。これもやしでもいいね。ああ。おそらくもやし、あのひげ取ったもやし。それシャキシャキするから。ね。うん。あるこれ。おいしいですか、マーク。なるほど、これいいね。ね、この塩だれこれ作れれば何の麺でもいける。お好きな麺、そうめんの麺でも、うどんの麺でも、うどんの麺でもいいと思う。うん、そば、
そばは合わないね。合わない。そばは美味しい。うん。まだヘルプ？ヘルプ？なんだ？うんうんうん。いいんだよ、ヘルプできるんだよ。なんだ？いいの？なんだ？そう。ふふふ。お釣り取ってこい、ズズズズって飲んだから。どうこの塩気？うまい。うん。うまい。本当？うん、そう？さっぱりする。うん。結構モリモリ食べるんだね。夏のお昼っぽいじゃないこれ。うん。ね、あとトマトですよやはり。トマト収穫できるようにだって美味しいんですもの。美味しいね。麺多い。うん、辛い、ちょっと、ありがとうございます。辛い、ちょっとだけ辛い。ごまかな、ごまを辛く感じるんじゃない。え、そうかな、そうかな。うん、美味しいじゃん。なあ、今くん、いつい、スワン、スワン、に、いつ、ゼロ、もう食べちゃったの。早っ。やっぱ一口が大きいから。うん。ね。いや、この次自販機にあったら買うけどね。うん。うん、自販機。いや、うまい。うまく感じるのかな。うん、これ麺茹でたのを、いや、海で食べれるんじゃない、持ってって。食べれるよ。キャンプでも行けるんじゃない。キャンプでは食べたくないかな。マクはキャンプでは食べる。キャンプのご飯じゃないね、これ。うん、